外部参照の仮想のプロパティへの優先設定やそのリセットがより簡単に行えるようになりました。今こちらの図面ではこちらのコズメンというファイルを外部参照で参照しています。仮想プロパティ管理でそれらの仮想の一覧が確認できます。こちらの仮想の色や選手を変更して優先設定を行います。するとその仮想の状態を示すアイコンが変わって優先設定されていることが確認でき、ツールチップでもその内容が確認できます。そして優先設定のハイライト表示を切り替える機能が用意され、これを使うことでどのプロパティが優先設定されているかを簡単に確認することができます。また外部参照の優先設定をされている画像をフィルタリングする機能が用意されました。こちらからプロパティのリセットをすることも可能になっています。また全てを表示している場合でも右クリックをしていただいて、そのプロパティの指定したプロパティをリセットしていただくことが可能になっています。もう一度こちらの画像について色と選手について優先設定を行います。このような表示になるわけなんですけども、外部参照のオブジェクトプロパティ管理の内容の中に画像プロパティの優先の項目が追加され、こちらでも優先設定されているかどうかを確認することができるようになりました。また画像設定ダイアログボックスの中には優先表示設定の中で背景色の適用を有効にするしない、またその背景色を設定することができます。また外部参照の画像の設定で優先設定を保持するという状態にした上で外部参照を再ロードすると優先設定は保持されています。今度は優先設定を保持しないという設定にして外部参照のファイルを再ロードしてみます。優先設定はリセットされることになります。